んにちは。私は水道から生まれたしずくです。みんなのお家で仕事をしてすっかり泥まみれになっちゃった。私もお風呂に入りたいな。やあやあやあ、僕は下水道の案内人カンタだよ。汚れたしずくちゃんを助けに来たんだ。いろいろな汚れを吸い込んだわけだから少しぐらいでは落ちないよ。でも僕は水をきれいにするプロだから任せといて。はーい。みんなのお家や工場などで使って汚れた水は地下を張り巡っている下水管を通って下水処理センターまで流れてくるんだ。うわー、広いな。旭川市だけでなく周辺の高須町、ピップ町、東間町、東川町、東神楽町からの汚れた水も集めているからこんなに大きな施設が必要なんだ。道路を挟んでこっちが水をきれいにする工場、そしてこっちが取り除いた泥を処理する工場。じゃあまずは水処理工場に行くよ。はい。これが水処理工場を図にしたものだよ。いろいろなところを通るのね。うん、最後に石狩川へ流すから魚などの生き物が住めるきれいな水に戻さなければいけないんだ。そうか。ここが水処理工場の入り口。大きなゴミや砂を沈めたりかき上げて取り除いたりするんだ。うわー、すごい汚れね。次は下水をポンプで水処理工場まで汲み上げるよ。下水道は下水が自然に流れてくるようにできていて、ここにたどり着く頃には地下10メートルぐらいまで潜り込んでいるんだ。今度は審査地で取れなかった小さなゴミや砂を沈めて取り除くんだよ。え、どうやって？最初沈殿地で2時間くらいかけてゆっくりと水を流すんだ。へえ、ずいぶん時間がかかるんだね。大きなゴミは見えないけど、まだ水は濁っているのね。細かくて沈みにくい汚れが混じっているんだ。汚れの混じった水に空気を吹き込んでかき混ぜているんだよ。どうして空気を吹き込むの？その秘密は、この水を顕微鏡で覗いてみよう。あ、何か動いている。うん、これは微生物といって、大きなもので1ミリの5分の1、小さなもので1ミリの1000分の1しかない生き物で、汚れを取り除くために反応タンクで活躍しているんだ。そんなに小さな生き物なの？そう、汚れの中の栄養分を食べるんだ。微生物は空気が好きだから、反応タンクで空気を吹き込むとどんどん増えて元気に働いてくれるよ。微生物はバクテリアや原生動物などに大きく分かれるんだ。まずバクテリアが汚れに含まれている栄養分を食べ、自分の体の成分に変えてどんどん増えていくんだ。そして次に原生動物がバクテリアや細かくなった汚れを食べるんだ。反応タンクで8時間、すると沈みやすい塊、フロックができるんだ。フロックって？うん、微生物や汚れが集まって一つの塊になったものをフロックというんだ。この働きが発見されたのは19世紀の末。20世紀にはそれを利用した水処理工場が世界で初めてイギリスにできたんだよ。100年の歴史があるのね。フロックの集まった泥は最終沈殿地で2時間ほどかけてゆっくり沈めて取り除くよ。
泥には微生物がいるから、一部を反応タンクに戻してあげると再び微生物は働いてくれるんだ。へえ、働き者だね。うわあ、ここまで来るとすっかりきれいになったね。最後は薬で消毒して石狩川に戻すんだ。それなら安心だね。あー、すっきりした。ここまでたどり着くのに12時間もかかるんだ。どうだい、汚れた水をきれいに戻すというのは大変だろう。本当だね、大変な設備と時間がかかるんだね。だけど取り除いた泥はどうするの？よし、それじゃあ今度は泥処理工場を見学しよう。うん。下水から取り除いた泥は道路を挟んでこっちの泥処理工場へ地下にあるパイプを通して運ぶんだ。うわあ、迷路みたいなトンネルになっているのね。うん、そうだろう。泥は最後にゴミ処分場へ運んで埋め立てるんだけど、できるだけ量を減らしておくんだ。最初沈殿地から送られてきた泥は沈めて濃くするよ。水処理工場の入り口に近いところで沈んだ大きめの汚れね。最終沈殿地から送られてきたクロックの集まった泥は遠心力で濃くするんだよ。脱水と同じ。そうそう。濃くした泥は空気に触れないようにして1ヶ月ほどかけて温めるんだ。すると微生物が働いて泥が減った代わりにガスが発生するよ。また微生物の大活躍だね。うん。ここでは水処理工場と違って空気の嫌いな微生物が活躍するんだ。そこで発生したガスはタンクに溜めて後で使うんだよ。ガスを取った後の泥はたくさんの小さな穴が開いた筒の形をした機械の中に泥を押し入れて水分を取り除くんだ。そうか、これでゴミ処分場へ運ぶんだね。いやいや、まだまだ、もっと量を減らすんだよ。このままでは匂いも残っているしね。焼却炉で泥を燃やすんだ。この泥が燃えるの？だって水分も含まれてドロドロしてるよ。工夫を凝らした焼却炉を使うのさ。銀色の筒になっているのが焼却炉だよ。大きい。 6,7 階のビルと同じくらいの高さがあって、ここでは2台活躍しているんだ。焼却炉の中は850度くらいの温度になっていて砂が吹き上がっている。そこに泥を入れて燃やすんだよ。どうして砂が吹き上がっているの？泥に温度が伝わりやすくなるんだ。だから水分があっても燃えてくれるわけ。一度この中の温度が上がると泥を入れるだけで燃えるんだよ。ほら、泥がこんな色の灰になったよ。あれ、匂いがしないよ。うん、泥を燃やすと全く匂わないし、量がなんと20分の1に減ったんだ。捨てるときは灰が飛ばないように少し水を加えるけど、これをゴミ処分場へ運んで埋め立てるんだ。やっと捨てられるんだね。でも燃やした後の灰はリサイクルすることも考えているんだ。え、これがあの泥？とても下水の泥でできたとは思えない。そうだろう。さて、泥にはガスのようなエネルギーも潜んでいるんだ。エネルギー？うん、ここはそれを活用した施設なんだ。ガスを燃やして熱を生み出して室内を温めているんだ。これなんだかわかるかい？あ、バナナがなってる。
このような植物は南の国じゃなければ育たないんだけど、下水のエネルギーを有効に使えば真冬の北海道でも十分育てることができるんだ。すごいや。下水処理センターの暖房も泥から取れたガスを使っているし、ガス発電機で電気も作っているんだよ。あれ、すごい雨が降ってる。バナナ館にある大雨を体験できるコーナーさ。ここは下水処理センターの隣にある施設よね。うん、水処理工場できれいに処理した水を利用して町の中で除雪した雪を溶かしているんだ。どうして処理した水を使うの？処理水は冬でも温度が11、2度あるから雪を溶かすのにちょうどいいんだ。下水処理センターの機械を冷やす装置にも処理水を使っている。それに公園のせせらぎにも利用されているんだ。熱を生み出したり反対に冷やしたり、下水は本当にすごいエネルギーを持っているのね。もし下水道や下水を処理する工場がなかったらどうなっちゃうの？うん、下水が地上を流れたらそこに蚊やハエが住み着いて恐ろしい伝染病が人々に感染する危険があるし、川は汚れて魚など多くの生き物も死んでしまうだろうね。大変だ。そこで下水処理センターでは汚れて入ってくる下水や処理途中の水、そして川へ流す水を検査して処理がうまくいっているかいつも確認しているんだ。だから私たちは安心して暮らせるのね。しずくちゃん、汚れた水をきれいに戻すのはとっても大変でしょ？うん、汚れを落とすのに微生物が働いていたなんてびっくり。だけど微生物は生き物だから、あまり水を汚してしまうと元気に働いてくれなくなっちゃうんだ。今日ここに来たみんなはできるだけ水を大切に使ってね。下水処理センターは昼も夜も一年中休むことなく働いているんだ。僕も大忙しさ。じゃあまたね。